はい、こちらアオリイカ用のリアドラグ、調整がここにあります。これがアオリイカでよく使われている理由になります。で、アジを投入して泳がす際ですけども、よくこういう状態でドラグで泳がしている方が、いてますけども、これをすると非常にこの糸によれがかかります。ちょっと一回渡してみますね。これでずっと出していくとその糸自体にくるくるとしたよれがかかってしまいます。でこれをまあちょっと、こういう状態でドラグを出した状態にします。で、緩めてしまうとこういったふうにくるくるくると糸自体によれがかかドラグを使うとよれがかかってしまいますので、糸をピンと張った状態ではあまり分かりませんが、緩めるとこういうふうによれがかかってしまいます。でこのよれなんですけども、この特にこのスピニングリールというタイプの、皆さんがよく使われているこのリールタイプは非常にこの糸よれが起きやすいリールの一つでもあります。なので、もしアオリイカで、アジを泳がす際はドラグで出していくのではなくて、なるべくオープンベール、ベールを開けた状態で糸をフリーにして送っていく方がこの糸よれがつきにくくなります。なので、アオリイカ釣りで、アジを送る際はこういった風に、オープンベールで少しずつ自分の指でサミングといって糸を止める動作をしながら出してあげる方が糸に負荷は、負担は少なくなります。